来年5月に開館予定の長野市芸術館大ホールの一部座席からステージが見えづらいことが分かりました。見えづらいのは2階両端の80から90席で、市は設計業者に改善を依頼したということです。来年5月の開館を目指し、建設が進められている長野市芸術館。そのメインの大ホールには、1階に916席、2階に376席の合わせて1292席があります。このうち2階の左右の壁側にあるそれぞれ40から45席で、ステージが見えづらいことが分かりました。市によりますと、観客が階段で転ばないよう勾配を緩やかにしたため、座席の一番前にある壁が邪魔になり、ステージの一部が見えづらいということです。市は設計段階で見えづらくなるかもしれないという認識はあったものの、そのまま工事が進み、建物の引き渡しを受けた後の今月8日に確認して発覚したということです。未経席が生じることがあるということは認識をしておりました。左右の、壁側のところが見にくい状況です。今日午後、市議会議員の内覧会があり、議員たちがホールを見学しました。ホールの中は取材できませんでしたが、問題の座席を確認した議員は次のように話しました。一部その手前の方が見えなくなりますね。なんとかもう少し見やすくしろと。やはり見にくい部分が実際にあるということは確認してまいりましたので、正面、ステージ向かって左の席ですけれども、左側が切れてしまうと。きちんと市民に説明責任を果たした上で、解決策を考えていくということだと思います。芸術館は来年5月上旬の開館予定で、市は見えづらい部分が少なくなるよう、設計業者に改善を依頼したということです。